トランスエアサービス671便エンジン脱落事故は1992年3月31日にフランスで発生した航空事故である。ルクセンブルクフィン空港からマラム・アミヌカの国際空港へ向かっていたトランスエアサービス671便がフランス上空を飛行中に第3エンジンと第4エンジンが脱落した。パイロットは イストルイコールルトゥーベ空軍基地へ緊急着陸を行い、乗員5人は全員無事だった。事故機のボーイング707から 321C は1964年4月に製造された。1991年12月にトランスウェアサービスが購入し、総飛行時間は6895飛行時間で17907サイクルを経験していた。 機長は57歳のスウェーデン人男性だった。総飛行時間は26000時間で、ボーイング707では7100時間の経験があった。また、ボーイング707の他に、ダグラス DC-6、ロッキード L-188、シュドカラベル、ボーイング737での飛行資格があった。副操縦士は44歳のイギリス人男性だった。 総飛行時間は14000時間で、ボーイング707では4500時間の経験があった。航空機関士は55歳のイギリス人男性だった。総飛行時間は18000時間で、すべてがボーイング707での経験だった。このほ三36歳の地上整備士と27歳のロードマスターが登場していた。671便は、 カボエア便として運航されており、コールサインもカボエアのものだった。現地時間7時14分、671便はルクセンブルクフィン空港を離陸した。機体には38トンの貨物が積み込まれていた。高度2万9000フィートまで上昇し、マルティーグ VOR を通過した。その後、管制官は3万3000フィートまでの上昇を強化した。 自動操縦で32000フィート付近を280ノットで上昇中、第3エンジンと第4エンジンが脱落し、機体は急激に右に傾いた。機長は自動操縦を解除し、操縦管と方向打を操作して、機体の姿勢を回復させた。エンジンの脱落により、第3エンジンと第4エンジンの火災警報が作動し、フラップの一部も脱落した。 8時11分、副操縦士は第4エンジンが脱落したことを管制官に伝え、メーデーを宣言した。パイロットは燃料投機をしながらマルセイユへの降下を開始した。しかしその最中、副操縦士が進路上に着陸可能な滑走路があることに気づいた。これはイストルイコールルテュベ空軍基地の滑走路で12,303フィートの長さがあった。 パイロットはイストルへの着陸を決断し、滑走路15への侵入許可を求めた。上空から見たイストルイコールルテュベ空軍基地滑走路15への最終侵入で671便は左旋回を行った。この時、管制官は機体の主翼が炎上していることに気づき、パイロットに伝えた。8時35分、671便は滑走路15。 290ノットで着陸した。油圧ブレーキが作動しなかったため、パイロットは緊急ブレーキを作動させた。機体は7545フィート滑走した後に、滑走路を左に逸脱した。機体の停止後、消防隊がすぐに駆けつけ、消火活動を行った。パイロットはコックピットのサイドウィンドウから脱出した。事故調査は、フランス航空事故調査局によって行われた。 調査から第三エンジンのパイロンに疲労亀裂が生じていたことが判明した。1965年以降、パイロンに疲労亀裂が生じていた事例が少なくとも46件あり、うち4件でエンジンの脱落が発生している。これを受けて、連邦航空局は1975年と1988年に対空改善命令を発行していた。また、 調査によって脱落した第3エンジンが第4エンジンの吸気口付近に激突したことが判明した。最初に脱落した第3エンジンは約270度横方向に回転し、第4エンジンに当たった。これにより、第4エンジンの接続部が破断し、右主翼から脱落した。脱落したエンジンは山岳地帯に落下したため、地上での被害はなかった。 右主翼で発生した火災はエンジンの脱落による燃料漏れが原因であると推定された。エンジンが脱落した後、パイロットは第3エンジンと第4エンジンの燃料遮断弁を閉じたが、第3エンジンの遮断弁は反応しなかった。降下中は待機速度が速かったこともあり、火災は発生しなかった。しかし、最終侵入で速度が 比較的遅くなると燃料と空気が混合された。これが短落により発生したアーク放電により発火し、火災が発生した。BEA は最終報告書で事故原因を第3エンジンの脱落だと述べた。脱落した第3エンジンは第4エンジンに激突し、どちらのエンジンも落下した。第3エンジンの脱落は接合部の疲労亀裂によるもので、亀裂は 検査によって発見されなかった。この検査は FAA の対空改善命令に従っていたが、亀裂を発見するには不十分だった。ボーイング707とボーイング747のパイロンの設計はほぼ同じものであった。671便の事故の状況及び原因は1991年に、 発生した中華航空358便墜落事故と1992年に発生した LR 航空1862便墜落事故に告示しており、1862便の最終報告書などでもこの事故について触れている。また、ボーイング707でのエンジン脱落事故は複数件発生している。七十一便の事故の約一ヶ月後の四月十五日にも、 マイアミ国際空港を離陸したタンパコロンビアのボーイング707から第3エンジンが脱落した。マイアミでの事故を受けて国家運輸安全委員会は連邦航空局に対して対空改善命令88から24から10を改定し検査時間の短縮と検査方法の見直しを求めた。その他の主なエンジン脱落事故は以下の通りありがとうございます。